608号室昔。 宅配業をしていた時の話なんだけど、あるマンションに不思議なお客さんがいた。まずはマンションの構造を説明したいと思う。おそらく地区20年前後の新しくもなく古くもない建物。11階建てで1階は住民と業者の駐車場。二階から十一階は一号室から十二号室まであり、両サイドに エレベーターと階段がついている。オートロックはない。そのお客さんは6階の8号室に住んでいる。608号室だ。配達は週に2、3回で、時間は11時から20時の間。特に決まった時間に行っているわけではなかった。1階の業者用の駐車場に車を止め、 エレベーターで6階へ。エレベーター内には半円型の監視カメラがついている。少し広いエレベーターホールがあり、601号室の方から歩いて608号室に向かう。すると606号室を過ぎたあたりで、608号のお客さんが外に出てくる。いつも重たいのに悪いね、みたいな感じで。 最初は偶然かくらいにしか思っていなかったんだけど、毎回必ず外に出てくる。606号あたりで、ニコニコしているんだけど、無性に寒気がして鳥肌が立つ。玄関のドアは通路に面しているわけではなく、1メートルくらい奥まったところについている。ドアを開けても通路を、 塞がない構造になっているんだ。だから、ドアの覗き窓からは通路は見えないと思う。どうしても納得ができなかったので、いろいろ試してみた。反対側のエレベーターから行ってみた。615あたりで出てきた。エレベーターの監視カメラで見られているんだろうか。だったら階段で行ってみよう。結果は同じ。 足音かだったら足音を立てないように。結果は同じ。エレベーターホールからしばらく監視してみるが一向に出てこなかったし、真上の階の708号室から下を覗いてみたが出てくることはなかった。配達時間がランダムなんで、家事中やトイレ、寝ていることだってあると思うんだが、 俺は、608のチャイムを押したことはなかったと思う。一緒に。姉の様子が最近変だ。キッチンのテーブルに腰をかけ、口をポカーンと開け、うつろな目つきで視線を泳がせている。 以前は風呂場や自分の部屋をうろついていたんだが、この何日かはキッチンについている。去年、母方の祖母が亡くなったんだが、あの時のことが本当だったんだろうか。祖母は意識が混濁する前に、僕を枕元に呼び寄せて、確かにこう言った。あの子もかわいそうだけど。 逆恨みされるお前も不憫だよ。おばあちゃんが一緒に連れて行くから、それまで辛抱してな、と。姉と僕は、異不指定だった。四つ、年下の僕は、両親から可愛がられたが、姉はそうではなかったんだろうか。十代後半には、家を出て、男と暮らし始めたが、両親は真剣に将来を考え、 必死に引き止めた。高校も中退し、警察から補導されるまでに荒れていた姉は、両親に反抗し、聞く耳を持たなかった、というのが現実だと思う。その姉が、再び家に戻ってきたのは、自身の葬儀の時だった。深夜に同乗していた男の車が交通事故を起こし、即死だった。 おすやが終わって、弔問客がすべて引き上げ、家族だけで過ごした夜のことを、僕は忘れることができない。真夜中、客間の六畳で誰かの声がした。僕は疲れきっている両親をそのままにして、一人で部屋に行った。そこには、姉がドライアイス入りのおかんに安置されている。 怖くはなかった。十年以上一緒に暮らしていて、家族、仲のいい時期もあった。姉は中学に入った頃くらいから僕と口を利かなくなったけど、激しく反抗したのは母親だった。僕は姉のことが嫌いじゃなかった。憧れみたいなものもあったような気がする。僕は好きだった姉に、 最後の挨拶をしておこうと思った。姉は事故の際、ひどい怪我を負って、顔半分に包帯が巻かれていた。それでも奇跡的に、右半分はかすり傷一つなかった。おかんの開き扉をそっと開け、昔の面影が脳裏に蘇ろうとする刹那、信じられないことが起こった。 閉じられた姉のまぶたがぱっちりと開いた。白濁した瞳がゆっくりと僕を捉え、口角が震えている。僕は思わず顔を横着して聞き耳を立てた。姉が生きているその奇跡を確かめたかったからだ。お前も、 連れて行く。呪詛の言葉が姉の口から漏れた。僕は驚いて後ずさりし、少し離れたところから姉を見つめた。姉は目を閉じたままだった。僕は両親が寝ている部屋に戻って、ガタガタと震えていた。明け方になって気持ちが落ち着き、幻覚を見たんだと思った。 今ではそれが幻覚ではなかったことは分かっている。姉は僕の前に時々現れ、睨みつけることもあるし、悲しげに見つめてくることもある。僕に何かを言いたいのだろうが、声をかけられないようだ。それでも姉は僕に会いたがっているような気がしていた。その姉が最近変だ。やはり祖母が、 連れて行こうとしているんだろうか。姉の姿がフェードアウトするのを確認し、僕は真夜中のキッチンから立ち去ろうとした。椅子をテーブルに戻して振り返ると、そこに祖母がいた。今すぐ、この家からお逃げ祖母は僕にそう言った。 あの子は、お前を連れて行くつもりだよ。僕は一瞬のうちに、パニックに陥った。祖母はまるで、生きているかのようだった。全部、あの子の父親が悪いんだ。父親つまり僕の母親の、元夫にあたる人のことかあの男が、 血筋を絶やそうとしている僕は夢を見ているような気がして目を閉じた。頭を振って再び目を開くと、なぜか母親が立っている。無友描写のようにふらふらと体を揺らしながら僕の方に近寄ってきた。そして突然、こちらをカッと睨みつけたかと思うと、男の 低い声で語りかけてきた。一緒に死ぬんだよ。母親の手には包丁が握られていた。カラオケ屋。友人たち三人で カラオケに行った時のこと。通された部屋は狭く、壁に沿って L 字にソファーが置かれていた。モニタ側に A、L 字の直角部に B、その隣のドアの付近に私が座った。狭い部屋なんで音量を上げると話し声は聞こえにくくなる。曲が終わって部屋が真となった時、A が B に尋ねた。 ねえ、さっき曲の途中で B ちゃん笑った ?B が笑っていないと首を振ると、A がおかしいなと言った。若い女の声で、うふふって耳元で聞こえた。B の声は特徴的で、聞けばすぐわかるし、うふふとは笑わない。その直後だった。店員さんが、 部屋に入ってくるや否や、エアコンの調子が悪いので、部屋を変わってほしい、と私たちに告げた。その店は、以前からよく使用していたが、機種やマイクの調子が悪いとこっちが言っても、しぶしぶ。ああ、じゃあわかりましたって、いつもならそうなんだ。こっちがフロントに電話してもいないのに、エアコンの調子が悪いからと、 わざわざ部屋に来るのはおかしい。それに、エアコンの調子は悪くはなかった。A と B もおかしいと感じたのか、不に落ちない顔をしている。店員さんが来たタイミングが、A が女の笑い声を聞いた直後だったため、余計に気味が悪い。その後通されたのは、最初の部屋よりも倍も広く、キスも最新型の部屋だった。 しらけている二人に私はふと漏らした。監視カメラに何か映ってたのかなって。その場が凍りついた。口にした後で閉まったと思ったけど遅かった。その後盛り上がることもなくカラオケ屋を後にしたのだが、知人に聞いたところ、その店は白い服を着た女の霊が出るので有名らしい。 後から A に聞いてみると、笑い声が聞こえたのは B からではなく、モギタ側からだったと。整理整頓。友人からさっき聞いてきた話。本当か否か。彼は一応、 誠実な部類には入るけど、どうだろうな。今から5年前、その友人は自立して上京した。それまで使っていた実家の部屋からは何も持ち出さなかった。すべてを捨てて新たな気持ちでということだったらしい。貧乏症の俺には考えられないけど。中には恥ずかしいものとか色々とあったりして、 創作とか、掃除とかされるとまずいからと、鍵を取り付けて出てきたらしい。鍵を持っているのは、その友人だけだということだ。親にもその胸、伝えてあるという。親は、ああ、そうかい。じゃあ、何もしないで放っておくよ。というようなことを言っていたとのこと。そして去年の冬。 実家に帰ったんだそうだ。数年ぶりに実家に帰って、両親や兄弟とゆっくり団らんを楽しんだ後、開かずの間となった自分の部屋に入ってみることにしたという。元よりそのつもりはあったとも言っていたけど、鍵は錆びついたのか壊れたのか知らないが開かなかった。いじっぱりでもある友達は業者を呼んで、 半ば無理やりにドアを開けた。完全に広がっているのは、埃にまみれた。独特の、経年の匂いのする部屋であったはず。なのだが、埃など一つも落ちておらず、散らかっていたはずの部屋は、きれいに整理整頓されており、そして明らかな、生活臭を感じる部屋だったという。一緒に覗きに来ていた。 両親ともども、その異様な状況にあせん。友達は、両親がやったものだと決めつけて、しばし口論になったそうだが、絶対に違うと言い張る、両親を信じることにしたという。あの気味の悪い部屋をどうしようかで、しばし議論して出た結論は、再びドアを封じ、本当の意味での開かずのまとし、 今後一切、中には、入ろうとはしないこととする、だったそうだ。お払いとかしないのか、と聞いていたんだけど。まあ、別に迷惑はかかっていないからな、って、そう結論が出たらしい。お月様。 昔住んでいた家に開かずの間があった。しかし小さい時に一度だけその中を見たことがあるんだ。なぜかその時は開いていたんだ。鎧が椅子の上に鎮座していたのを覚えてる。最近親と話をしていて、何気なくそのことを口に出したんだけど、その途端親が血相を変えた。お前、 あれを見たのか今体には異常はないかなどといろいろと聞かれた。俺はその様子に不安を感じ、親に問い詰めた。あれは何なんだなんかまずいものなのかと。だが親は口ごもり。お前は知らなくてもいい。だのと言い出す始末。 ふと小さい頃、親から聞いた話を思い出した。早く寝ないと、お月様がお前を食べに来るよ。悪いことをすると、お月様がお前をさらいに来るよ。と。お月様が何なのか、正直、全くわからなかったし、周りの子たちも知らなかった。むしろ、空のお月様なんだと解釈をしていた。 しかし、親の様子からしたら、もしかして、それは、取り継ぐ方の、お月様なのではないか、と、脳裏に浮かんだ。そこに思い立った時、新たな疑念が生まれた。それは、引っ越しをした理由だ。俺が中二の時に、祖父が亡くなって、そのしばらく後、逃げ出すように、引っ越しをしたんだ。 親は転勤の時期と不幸が重なったんだと言っていたので、俺は特に疑問にも思っていなかった。ただ、祖父が亡くなる直前発した言葉。その言葉に、なんとなく引っかかるものを感じていた。月盛りももうダメだ。というような言葉。これもしかしたら、 月森なのではないか。俺は最近昔の家に行ってみた。実に二十年ぶりだ。その家は朽ちていながらまだ残っていた。思い出に残る家と朽ちた家を比べると、やはり哀愁も漂った。俺は裏から中に入り、開かずの間に行ってみた。昔は堅固な扉であったが、 今はその扉も朽ち果てていた。扉を蹴破ると、幼い頃に見たあの鎧が、同じように鎮座していた。ただ、昔と違うのは、仮面の目、鼻、口が欠けており、片腕が異様な避け方をしていたことだ。見渡すと、その部屋に、一つの浮世絵が飾ってあった。 目鼻が潰され、口が裂けており、片腕がない男の絵だ。見た瞬間に悟った。この絵が、お月様で、おそらくこの鎧が、月森なのだろうと。あの日から、毎晩夢を見る。あの、浮世絵になった男の夢。両手を、 後ろ手に縛られ、箸のようなもので目を何度もえぐられる。鼻を石で何度も殴られ、微骨ごと潰される。聞こえてくる周囲の嘲笑そのうち口をヤスリのようなもので少しずつ削られ、裂かれてゆく。そして最後には、ノコギリみたいなもので片腕を切られる。ゴリゴリ。 ゴリゴリと。声を出そうとするが、声が出ない。いつまでもいつまでも、ゴリゴリ、ゴリゴリと、乱れてゆく。俺はずっと叫んでいる。やめてくれ。助けてくれ。助けてくれ。やめて、やめて。誰か、助けて、誰か助けて。 えのでこれは自分が体験したわけではなく聞いた話です。自分の母は鎌倉のえのぜ沿いの京駅近くのレストランで働いていた頃、N さんという人と仲良くなりました。彼女はいわゆる見える人だったそうです。そんな彼女がある日母にこんなことを言ったそうです。京駅の 自販機のあたりは危ないから近づかない方がいいよ、と。いきなりそんなことを言われたんで何が何だかわからず、母は N さんにその理由を聞きました。N さんが言うには、夕方になり N さんの仕事も終わったんで帰ろうと駅で電車を待っていたとき、少し離れたところ、彼女の 右手側にいる男女のカップルに目が止まったそうです。というのも若い女の子が男の子の首に手を回して覆いかぶさるように立っていたからです。後ろから体重をかけて抱きついているような感じでしょうか。N さんは最初まだ明るいうちから人前でイチャついちゃってと呆れて見ていたそうなんですけど。 妙な違和感というか、変なものを感じ取ったのか。電車が来る間、なぜだかその二人から目を離すことができませんでした。やがて、踏切の音が聞こえて、彼女の左手側から電車が来たんで、N さんは一瞬だけ電車の方を見て、その後また、さっきのカップルに目を戻しました。すると、 女の子だけがいなくなっていたそうです。N さんはその日のことを不可解だと思いながらも疲れていたんで見間違いと思うことにしました。次の日も同じ時間に仕事が終わって駅で電車待ちをしていると、昨日あのカップルがいたあたりにおばあさんがいたそうです。ただそのおばあさん、 妙な格好をしていました。高齢者の方ですから腰が曲がっていることはおかしいことではないのですが、その曲がり方が、今にも線路に落ちそうなくらい前のめりになっているんです。いくらなんでもそんなに曲がることはない。そう思って嫌な感じがしながらもよく見ていると、おばあさんの背中に、 昨日の女の子が同じ格好で乗っていたそうです。この時になって N さんは、あの女の子は生きている人間ではない、そう思ったそうです。その後、電車が来て、おばあさんが乗ろうとした時には、もうその子はいなくなっていたそうなのですが、その日以来、もうその駅で女の子を見ることはなくなったそうです。 あの女の子、誰かについて行ったんでしょうかそれとも、まだあの駅にいて、ついていく誰かを待っているんでしょうかエノデンの経駅。もしも、背中が重たくなったら、気をつけてくださいね。 廃校舎。その廃校舎は出ることで有名だったらしい。だけど意外なくらいに怖くない場所なんだそうだ。周囲が住宅街という環境のせいか、空気にあまりよどみがないというか、そう埃っぽいわけでもなく、湿気が多いわけでもなく。でも出るらしい。そこに友人が二人連れで行ってきたそうなんだけど、 月も出ていて、持ち込んだ懐中電灯も、そう必要ないかなというくらい明るかったそうで、妙に薄い緊張感が、なおさら薄く。三階建ての校舎の一階から順に、一つ一つ教室を覗いていき、階段を上がり、二階も一回りしてみたが、特に何もない。それじゃあ三階へ、というところで、 開花から声が聞こえてきたそうだ。さすがに一瞬ギクッとしたが、どうやら声から判断するに、自分たちと同じような連中らしく、しかもカップルの様子。緊張感もなく、逆に楽しそうな笑い声さえ聞こえてくる。ムードをぶち壊されて、しらけてしまう二人。どうにも、 肝試しの雰囲気ではなくなってしまったんで、もう帰ろうか、とも思ったところ、友人の連れがこう言い出した。あいつら、脅かしてやろうよ。確かに、ちょっとムカついていたんで、友人も、その話に乗ることにした。脅かすと言っても、そう大した話でもなく、懐中電灯の明かりを消し、わざと大きな音を立てながら、 階段から降りる。それだけで、たった今まで楽しげに聞こえていた話し声がピタッと静まる。カップルがいる教室は目星がついていたんで、一階に降りたところで足音を潜め、その教室の前へ。カップルがいたたまれず、教室から出てきたところを、いきなり懐中電灯で照らしてやったそうだ。 でもそれ聞いてて、ちょっとひどいなあ、怖いだろう、と思わされたよ。そりゃあもう、本気で、驚かれたらしい。ものすごく悲鳴が上がって、脅かした本人たちもびっくり。本人曰く、気を失った人を初めて見た、と。彼氏は、気を失った彼女を置いて逃走。彼女は、受け身も取れず、 床に頭を打ち混沌。ゴンとかいう鈍い音がしたそうだ。本人曰く死んだんじゃないかと思った。結局救急車を呼んで彼女は病院へ。彼氏は戻ってこなかった。その後は知らないけど。友人たちは警察にこってりと絞られはしたが、廃校者は 特に封鎖されるわけでもなく、今も取り壊されずにそこにある。ちなみに何が出るかというと、声がしたと思って教室を覗いてみると、クラス全員の子供たちが整然と無言で着席している。その暗い教室の中で、クラス全員分の光る目だけが無表情にこちらを見つめている、というものらしい。 ご証拠葬儀社で働いていた、義前から聞いた話。ある梅雨の頃、とある寝たきりの、独居老人が心不全で亡くなられた。不審な点はあれど、そこは田舎の警察。まあ事件性はないでしょうと、検視もせずに葬儀を許可。葬儀の当日、 八十名ほどの列席者が参列の中、式は筒がなく執り行われた。度胸が始まって、それではご焼香を。模試を最前列にご焼香が始まる。親族が続いて、集まった参列者が列をなし、個人を忍びながら焼香をしていく。 疑惑も、その様子と、優しげに微笑む、おばあちゃんの家を見比べて。いい式だな。おばあちゃんよかったね。私もいつか、こんな風に見送られたいもんだよ。と、感じ言っていたのだとか。ところが、ある親族の方。家のおばあちゃんの、甥いっ子にあたる、中年男性が、 証拠の列に加わった途端、壇上のろうそくすべてが、激しく、ゆらゆらと揺れ出した。隙間風か空調を仰ぎ見る社長。いや、風じゃない。窓開いてないいえ、開いてないですよ。なんだなんだと、スタッフ一同がざわつく中、 問題の中年男性が家の前に立ち、お香を取り、額まで持ち上げた途端、すべてのろうそくがふっとかき消えた。一体何事だ、と、参列者、スタッフ全員が壇上を見上げる。我関せず、度胸を続けるお坊さん。すると、左側に掲げてあった、 重たい、真鍮あしらいのろうそく盾が、かき消えたろうそくを乗せたまま、勢いよく、パーンと吹っ飛んだ。凍りつく空気、あうあううなる中年男、ざわつく会場。しかしお坊さんは少しも慌てず、ひときわ大きな声で、だけど優しい口調で、度胸を続けた。 お坊さんの度胸にハッとなる中年男。そそさと証拠だけ済ますと、親族のくせに逃げ出すように帰っていった。目の前で起こった怪現象に、微妙な空気に包まれる会場。喪主の長男がお坊さんに、一体何だったんですかね と聞いてみると、お坊さんは、私の口からは申し上げることはできないけども、まあ、一月もすればわかるでしょう、と。果たして普段の中年男、おばあさんの通帳と実印、その他文書を勝手に持ち出したかとで御用となり、加えて、おばあちゃん殺害の件でも起訴されたのだとか、 それがほぼ、一ヶ月後のことでございましたそうで。つぶやく声。去年の夏、友人と一緒に、三重県にある某有名な心霊スポットに行ったんだ。 何事もなく帰ってきて、後日そこに行ったことを先輩に話すと、その奥にある診療所の方がやばい、そんなことを言われて、早速後輩の幽霊を信じていない T、乗り気じゃない S、霊感がある Y と一緒にそこに向かうことにした。自宅から車で30分弱。 先日訪れたスポットを通過して、先輩が行っていた診療所を探していた。車内は自分と助手席に座っていた T の会話がほとんどで、後部座席は重たい雰囲気。診療所を探して林道を走らせていたんだけど、次第に道も悪くなって、最終的には行き止まりで、 神社にぶち当たったんだ。そこで t と、どうする神社に行くと話していると、s が突然規制を上げた。俺や t が、どうしたって尋ねても、ごめんとつぶやくだけで何も言ってくれない。君が悪いんで、神社には行かずに来た道を戻った。 しばらく走ると、左手に大きな融資鉄線が張られたフェンスが見えた。来る時も見たはずなんだけど、印象には残ってない。もしかすると、この奥が診療所俺と T は車を降りて様子を見に行った。あだが、とても入れる環境ではないことを確認して車に戻った。 車に戻って、とりあえず一服。沈黙の中、タバコの煙を目で追う。すると、後部座席から、ボソボソと、S がつぶやく声がしたんで、俺と T が振り返る。その瞬間 Y が、早く、車出して。やばいよ。 と言いながら、ひどく怯えている。何が何だかわからないけど、タバコを灰皿に押し付けて、俺は車を走らせ、現場を後にした。それからコンビニに行って、とりあえずコーヒーを人数分買った。Y は小さく震えており、S は気分が悪いと、外の風に当たりに行った。 しばらくの沈黙の後、t が言った。y、お前がビビるなんて珍しいな。何があったんタバコを吸っているときさ、s が何か言ってて、それで、丸〇さんと t が振り返っただろあのとき、 なんて言ってたか聞こえたいや、ボソボソとしか。あん時な。S、俺の袖引っ張って。お兄ちゃんはって、女の子の声でさ。そんなアホだ。しばらくして S が戻ってきた。さっきの話をしてみたけど。 S, S は何も言っていない。むしろ何も覚えていないとのこと。それで、神社の時、なんで変な声を出したのかと聞いてみると、〇〇さんがどうするって言った時さ、女の子の声で、こっちって神社の方から。それからずっとついてきてたんだ。だから、 怖くて無言だった。なかなか怖かったです。マギア。まあ世の中にはいろんなマギアがいるもんだ。そんなことを思ったのと同時に、 恐怖を感じたことがある。あれは、俺が小学校の高学年の頃だったから、今から10年くらい前かな。近所に写真屋さんって呼ばれている、50代とおぼつきおっさんがいたんだ。でもこれは決して、親しみを込めた呼び名ではなくて、軽別の呼び方だっていうのを後から知ったんだけどね。 ある日一人でリフティングをやって遊んでいると、写真屋さんの家にサッカーボールが転がっていってしまったんだよ。別に怖いなんていう印象はなかったから抵抗はなかったんだけど、考えてみれば、生まれてから一回も写真屋さんの家には入ったことがなかったんで、ちょっと躊躇したんだよね。アウェーみたいな感じとでも言うのかな。 思い切って中に入ると、写真屋さんは、洗濯物を取り込んでいた。すいませんって中に入っていくと、写真屋さんはにっこりと笑って、どうしたんだいって聞いてきた。実は、ボールが入っちゃったんですけど、知りませんかって聞くと、裏口の方に行ったのかなって、特に怒ることもなく、 一緒にボールを探してくれたんだ。で、ボールはすぐ見つかったんだよね。お礼を言って帰ろうとすると、写真屋さんは、麦茶でも飲まないかって言ってくれたんで、お言葉に甘えたんだ。母親からは、人の家でむやみにご馳走になってはいけないって言われていたんだけど、その日はすごく暑くて、 喉が渇いていたんだよ。麦茶のコップをかわしながら、俺は写真屋さんと、初めてと言っても差し支えないくらいよく喋ったんだよね。俺のこと、俺の周りのこと、くだらない世間話。でそのうちに写真屋さんも自分のことを語り始めた。 おじさんね、あるものを集めているんだってね。そんなことを言いながら、俺をある部屋に連れて行こうとするんだ。戸惑う俺を見ながら、写真屋さんは、別に何かするわけじゃないから大丈夫だよ、と笑いながら俺を見た。コレクションも自慢したいんだ、とも言っていた。そこで俺は、 写真屋さんについて行くことにしたんだ。写真屋さんは、北側にある部屋の前で立ち止まった。そこは襖で閉じられていて、中は見えなかったんだよね。不思議な顔をして、襖を見ている俺に向かって、写真屋さんは。いやこれを見せるのは久しぶりだなーって、嬉しそうに。 俺に話しかけてくるんだ。一体何なのか気になってしまった俺は、写真屋さんに、早く見せてよってせがんだんだよ。写真屋さんはニコニコしながら、襖を開けてくれた。そこは、十畳ほどの結構広い部屋だったんだけど、俺は足がすくんだよ。 部屋の壁にびっしりとあるものが飾られていたんだよね。ねえ、一体何だと思う遺影だよ、遺影。あの仏壇の中とか横とか上とかに飾られているあの写真。それが何もない部屋の壁にびっしりと飾られているんだ。 100枚はあったかな。じいさんもいれば、ばあさんもいる。若い女の人もいれば、子供もいる。俺は、軽くめまいがしつつも、写真屋さんに聞いたんだよね。ここに飾ってある人って、全部、親戚か何かの写真なんですかって。そうしたらさ、写真屋さん、笑いながら、 えこの写真の人たちなんて知らないよって答えたんだ。俺はすぐさま写真屋さんに聞いてみたんだよ。じゃあこの写真はどこから集めたのって。そうしたら写真屋さん、無人になった空き家から拝借してきてるんだって答えたんだよ。それって、 泥棒じゃないのかって俺が問うと。だって、持ち主がいないんだからいいじゃないかって。なんて言うんだろうか。家っていうのは言ってみれば、亡くなった人間の、生きていましたっていう証拠だ。これがあれば、昔は生きていたんだろうし、これがあることによって、亡くなったことが確認されている。 あの部屋は死者の部屋だ。あの部屋に入ると亡くなった人間が一斉にこっちを見る。何も言わないけど何か言っているようだ。俺はクラクラしながら部屋を出たよ。写真屋さんは最初自分の奥さんと娘さん。 なんで亡くなったのかは知らないけど、二人の遺影が広い部屋の中にポツンとあるのは寂しいだろうということで、様々な種類の遺影を集めたんだそうだ。そのうち本来の目的とは外れていって、ただ単に遺影集めに没頭するようになったんだってさ。写真屋さんの家から帰る途中、もう一つ、 あることを考えていたっけか。人間なんて、いつかはあの、学物の中に収まってしまうのかもって。あれから十年が経つけど、俺も写真屋さんも、まだ学物の中には入っていない。それはそれでいいんだけど、写真屋さんのあの部屋、一体どうなってるのかな。二年前かな。 増築していたんだけど。最近じゃあ、俺の町にも新しい人が多くやってきて住んでるから。写真屋さんの家のことも、写真屋さんという呼び名すらも知らない人が増えてきてるんだろうな。そんな新規の住人はみんな不思議がっていたっけなんで一人暮らしの男性が立てましなんかするのかって。 俺を含めた、さんの住人は、なんとなくわかるんだけど、何も言わないようにしてるよ。下校。小学生一年生の時の体験です。私の家は、学校から、 1.5キロほど離れていました。横浜に住んでいまして、家の近所に別の学校があったんですけど、決められていた区画の境目に家があって、その学校よりも遠くにある学校に通っていました。1.5キロというのは、小学校低学年にとってはなかなか遠かったと思います。 不思議なことが起きたのは、夏休みに入る最後の登校日のことです。もともと蒸気にあるような家が遠くて帰るのが大変だったんですけど、さらに休み前はお道具箱を持って帰宅しなくてはなりませんでした。なので文具が入ったお道具箱を持ちながらですとかなりの負担です。 まず不思議だったのが、誰とも帰らなかったことです。そこまで不思議には思われないかもしれませんが、低学年では近所の子たちと一緒に帰るようにと言われていました。おぼろげな記憶ですが、いつも一緒だった子たちが、学校の裏にあるヘチバの水をあげるとかの理由で行ってしまって、私はついていかずに、 門のあたりで待っていました。いくら待っても友人は来ませんし、夏休みに入って早く帰りたかったので、私は一人で帰ることにしました。次に不思議だったのが、車はろか、誰とも人に会わなかったんです。基本的に安全のため、 人通りが多い道が峠港のルートになっていましたので、この日以外に誰にも会わないことはありませんでした。強い日差しの中、お道具箱の入った手先を持って帰るのが本当に辛くて、お道具箱を道に置いて、バス停のベンチで休憩していたんです。すると、 少し目を離した隙に、お道具箱が消えてなくなってしまったんです。私は、ラッキーと思ったくらいで、あまり不思議には思わず、軽い足取りで家に帰りました。家に着くと、泣いている親に叱られました。親の泣いている姿を初めて見て、 私は動揺しました。そして、消えたはずのお道具箱が、リビングに置いてあったんです。聞くところによると、あまりにも帰りが遅い私を心配して、学校に連絡をしてみたんだけど、もう帰ったことを聞かされた。また、いつも一緒に帰っている友達の親に電話をしたら、 その子たちはもう帰宅していたと言われて私を探し回っていたそうです。そして学校の途中のバス停で私の手下げのみを見つけて家に持ち帰ったとのこと。もちろん私は帰宅途中に親には会いませんでした。警察に捜索を依頼して少し経った頃に私が平然と 帰宅してきたようです。時計を見ると、学校が12時頃に終わったにもかかわらず、すでに16時になっていました。感覚的にも、現実的にも、4時間も帰宅にかかったとは思いません。待っても来ない友達、誰にも人に会わなかったこと、そして、 手先の件を考えても、もしかしたら私は別の空間に行ってしまっていたんでしょうか。最上の小部屋。義前から聞いた話。地元の短大を出て、 しばらく葬儀社に勤めていたんだけど、そこで、いろいろと面白いことがあったと言ってた。その中からかいつまんで。この葬儀社、社員は六、七人程度。田舎にある平均的な古い葬儀社で、それなりの大きさの斎場を持っていた。斎場には、お線香の番で泊まれるようにと、 いくつか部屋があって、一番奥の小部屋は、葬儀に使う設備や、仏様の身の回りの品を、一時的に収納する場になっていたらしい。そこの扉、普段は立て付けも悪く、締め切っても、ガタガタ揺れるくらいの安武心らしいんだけど、ごくたまに、まるで壁と一枚板になったように、閉じたまま、 ひたっと動かなくなるんだとか。とある葬儀の前夜、社員も泊まり込みで、遅くまで作業しているところ。入社間もない疑惑が、納品されてきた、香典外資の段ボールをしまっておこうと、その小部屋に向かって、初めてこの現象に遭遇した。長い廊下の奥、薄暗い電灯の下。 ピクリとも動かない、引き戸と、しばし格闘する疑惑。おかしい。中に誰かいるわけでもないだろうに。何か引っかかってるのかしら。いつも締め切っていても、ガタガタ動くくらいの、ボロ扉なのに。困り果てた疑惑。ここで古参の社員に相談。あの、奥の部屋の扉。 動かなくなっちゃったんですけど、すると、ああ、今使ってらっしゃるんだね、と。え、どういうこと状態の疑惑に、追い打ちをかけるように。小一時間もしたら開くだろうから、また後で行ってらっしゃい、と。言われた通り、一時間も経った頃、再度向かってみると、引き戸は何事もなく、 スーッと開いたらしい。疑惑曰く、閉じた時の扉の向こうはどうなっているんだろう。別世界とか、それとも個人の人が必死になって引き戸を開かないよう抑えているのかな、という話。そんな必死になって反対から個人が抑えているとしたら、ほんのり怖いですよね。 雑巾。十年くらい前、当時付き合っていた彼氏から聞いた話。仕事が終わって帰ろうとすると、それほど親しくはない同僚の A さんから声をかけられたらしい。一緒に飲みませんかって。なんで僕にと疑問には思ったんだが、別に断ることもないかと、二人で居酒屋に行くことになった。 たわいもない話をして、普通に別れたらしい。A さんの話を、ちゃんと聞いておけばよかった、と後悔をしたのは、次の日の昼頃。部長に呼ばれてからのこと。彼氏と別れてから、A さんは家に戻らずに、失踪してしまったらしい。最後に会った人物ということで、 いろいろと事情を聞かれたらしいが、特に話すべきことはなかったと。A さんにはトラブルもなかったようだし、仕事も順調だった。それから一ヶ月ほどが経ち、彼氏の仕事が忙しくなった。深夜までの残業は当然だから、休日も出勤をしなければ追いつくことができなかった。 技術系の会社なんで、基本的には一人で仕事をすることが多い。だから休日出勤をすると、社内に一人きりということも多かったそうだ。土曜日出勤の日、この時も一人で図面を引いていたらしいんだが、道義も気が散ってしまう。なんで集中できないんだろう、と耳を澄ませてみて、 初めて気がついた。ポタン、ピタン、と、水音が絶え間なく聞こえてくるのだ。一瞬気味悪く思ったが、昼間のことだったんで、とりあえず音源を確かめてみることにした。何のことはない。 水の張ったバケツに突っ込まれた雑巾が、毛細血管現象を起こして、水を床に浸らせているだけだった。下打ちをしながら雑巾を絞って、バケツの水を捨て、仕事に戻る。その日はそれ以上、お菓子のことはなかった。だが次の日、また一人で図面を引いていたら、やはり水を溶かする。 またか、と、バケツを見に行ってみると、やはり水に浸かった雑巾がそこにあった。昨日自分が帰った後、誰か出社したのかなと、不思議に思ったのだが、それ以上は気にせず、バケツの水を捨てて雑巾を絞る。その時、手がベタベタすることに気がついた。 バケツに貼ってあったのは、ただの水ではないらしい。気持ちが悪かったが、特に皮膚に異常はなかったので、水道で手を洗って、また仕事に戻った。これと同じことが、休日一人で仕事をしていると、必ず起きるようになったらしい。だが、別に害があるわけでもないし、 いつか慣れてしまって、一ヶ月もすれば仕事も一段落して、一人で出社することもなくなった。そして、A さんが失踪して一年を迎えた頃、A さんの遺体が見つかった。大阪湾に浮かんでいたらしい。見つかった時、死後三時間ほどだったそうだ。 自ら死を選んだらしい。一年間どこにいたかについては、警察ではわかっているかもしれないが、彼氏は聞かなかったそうだ。最初は、A さんの失踪や死と、バケツの水を関連づけては考えていなかった。そもそも、彼氏が水音を聞いていたとき、A さんはまだ、 存命中だったということだ。大体これが霊現象だとしたら、霊がバケツや雑巾というアイテムを必要としている理由がよくわからない。それに、なんで親しくもない彼氏と最後の夜を過ごし、水音を聞かせたのかもよくわからない。だが、バケツの水が、 ベタベタしていたことを思い出してゾッとした。あの水は水道水ではない。海水だったと。その後彼氏には特に何も変わったことはなかったんだが、ほんのりと気味の悪い話。 息子と散歩。その日私は息子を連れて散歩に出ていた。小春日和の気持ちのいい昼下がり。ベビーカーに乗った息子はニコニコ笑顔。今日は息子の機嫌もいいし、少し遠出をしてみようかな。これがそもそもの間違いのもとだった。ベビーカーを押しながら、 息子にいろいろと話しかけて、私はとても幸せな気分だった。そうこうしているうちに、いつも行く公園よりも少し遠い公園に着いた。息子よりは大きいが、2歳から4歳くらいの小さな子供たちが砂場で遊んでいた。そのすぐそばで、その子供たちの母親と母式き女性たちが、 ベンチに座って話し込んでいる。ごくごく普通の公園の風景。普通の公園の風景砂場で遊んでいる子供たちの手元、ちらっと何かが見えた。スコップで埋めている。何を目を凝らして見てみる。ここからだと、 よく見えない。もう一度、今度はベビーカーを押しながら、ゆっくりと近づいてみる。男の人の、手のように見えたけど、見間違い、だよね。自分に言い聞かせつつ、近寄ってみる。やっぱり、男の人の手だ。 気が遠くなりそうになった。息子の泣き声で、はっと我に返る。振り返ると、砂場の子供たちの母親たちが、息子のベビーカーのそばで笑っている。息子の手に画鋲を握らせながら。息子の手は治ったけど、二度と行きたくない公園。 思い出しただけでゾッとする少し調べたら画鋲を握らせた上に息子の手を握り締めていた奥さんの仕トが未だに行方不明だそうで水道が嫌い 中学校三年生の時、同じクラスになった N という女の子と仲良くなりました。おっとりしていて、優しくて、女の子らしいいい子でした。普段は穏やかで、笑顔を絶やさない N でしたが、なぜか水道を倍にすると、怯えた表情になって、口数も少なくなってしまうんです。水道から出る水と、 水道そのものが苦手であって、飲み水とかプールなどは大丈夫だったようです。水道嫌いの理由を聞いても何も教えてはくれませんでした。夏休み、私と N は当時所属していた作動部の練習に学校に来ていました。練習といってもお手前をやったり、簡単なお茶会を 開催するだけなんですけどね。水道に恐怖心を抱いている N に代わって、別の部員がお湯を沸かしていました。その日も私と後輩部員が一緒にお湯を沸かしました。N はいつもと変わらず穏やかな様子でした。さて、お茶会も和やかなムードで終わり、 片付けの時間になりました。茶碗や水差しは、作法室の隣の家庭科室の流しで洗うことになっています。みんなで手分けをして、洗い物を運んで、洗う係と拭く係に分け、おしゃべりをしながら片付けを進めていました。N と同級生の K は、作法室に残り、 別の道具を片付けています。私たちは洗い物が終わると、家庭科室を出ました。すると、廊下に K がいます。どうしたのかと尋ねると、片付けをしている最中、いきなり N が何事かを叫んで、外に出て行ってしまったというのです。これから今日の反省会があります。 みんなで N を探すことになりました。私と何人かの友人は、職員室の方面に行ってみました。ですが、職員室にはほとんど人がいませんでした。N も当然いません。ドアを閉めて廊下を戻ろうとすると、男の先生の怒鳴り声が聞こえてきました。 やめなさい。職員室は校舎の一番東端にあって、その前の廊下には職員たちが出入りをする出入り口がありました。声はその出入り口の向こう側、つまり外から聞こえてきます。私たちは何事かとちらっと外を覗きました。 外には職員用の簡単な靴箱と近くに運動部の人が利用する大きな足洗い場とたくさんの水道があります。その足洗い場から大量の水が溢れていたんです。排水口があるはずなんですけど、それでは間に合わないほどの大量の水が水道から流れ出ていました。 元々浅い洗い場だったんで、普段から水はあまり出さないようにと注意されていました。一番端っこの大きな水道の前に N と先生がいました。やめなさいなんと N は両手で水道のレバーを思いっきりひねっているんです。怒鳴りながら先生は、 N を水道から離そうとしています。蛇口からは滝のような水が流れて、先生も N もずぶ濡れになっています。見ると他の蛇口からも、最大量の水がもったいないほど溢れています。出さないと、全部出せよ。なくなるまで出さなきゃ。 とにかく、出さなきゃ、と叫びながら、狂ったように、レバーをこれ以上ねじれないというところまで回しているんです。普段の N からは、想像もできないような声と、恐ろしい表情でした。何人かの先生が来て、なんとか N を取り押さえましたが、なおも N は狂ったように、 全部出すんだと、男のような声で叫んでいます。声が枯れるまで、語尾を、あーっと伸ばしています。なかなか落ち着かない N を保健室に運んで、十数分後、家の人が迎えに来ました。私は不安げに、家の人の車に乗せられる N を見つめていました。 もはや声がかすれて、何を言っているかはわかりませんでしたが、まだ何かうなっています。その日以来、N は学校に来なくなりました。噂では、受験の色背になって、どこかの病院に入ってしまったとか。N がいないまま、私たちは受験を終えて、卒業式を迎えました。 どうやら N は転校したことになっていたことをその時初めて知りました。クラスの寄せ書きを N の家に届けたかったんですけど、すでに引っ越しをしてしまっていました。数年経った今でも、水道を見るとたまに N のことを思い出します。蛇口から流れる水を見ても、 N が何を怖がっていたのか、未だに理解ができません。曰く物件。俺は関東で不動産仲介業の営業をやっているクソサラリーマンなんだけど、昇進、首吊り、 殺人があった物件も、需要があれば、紹介しなければならない。会社としては、事故物件自体、取り扱いしたくないんだけど、漏水も含めてしまえば、そんな物件は多々ある。しょうがない。全部慣れっこなんだけど、唯一怖かったのが一つ。とある管理会社が持ってきた物件なんだけど、駅地下で、 e d k 2 4 0 0 0円。まあ当然ながら事故物件。内容は殺人。広告に載せるために新人を連れて、部屋の中の写真を撮ることになった。まず管理している不動産屋に鍵を取りに行って内容を伺う。はしょるけど、強姦殺人とのこと。 で、現場について、撮影開始。ウォーブがいっぱい、当たり前。うざいくらい映るので、やや苦戦。通常、5分か10分くらいで終わるのに。部屋を広く見せるために、クローゼットを新人に開けさせた瞬間、旋律が走った。ゆっくりと人が出てきた。 でもそれは信じられないことに身長2メートル以上の天井に頭が当たるほどのワンピース姿の女。瞬間すごい周期が。なんだこの匂いは魚の血の匂い。新人が腰を抜かして悲鳴を上げる。見えてるんだ。 恐怖を感じながらも、意識は朦朧とし、最後に見えたのは、女が、新人の顔を覗き込んで、不気味な笑い声を上げてるシーン。内臓まで響く笑い声の中、全身に鳥肌が立ち、寒気と恐怖の中、俺は意識を失った。 携帯の鳴る音で意識を取り戻す。会社からだ。三時間も経って帰ってこないので、上司からの電話だった。慌てて説明にならない説明をするが信じてもらえず、電話を切って新人を探すと、部屋の中のクローゼットの中で新人を発見。新人は、 バールを持った全身血だらけの男、普通サイズを見たとのこと。気を失って気がつけば俺に起こされたとのこと。当然俺が見たのは女。何が起こったのか全くわからない状態で、新人も朦朧とした状態のため使い物にならないので、会社についてから その日は、早退させてもらうことになった。翌日新人は、無断欠勤で、その後、一度も出社せず、本人も連絡がつかず。実家に連絡をしたものの、部屋から出てこないということで、仕方がなく退職に。俺も賃貸から、売買に移ったんだけど、 もうあんな経験はしたくないな。あいつ、大丈夫かな。河原の石。俺が小学生の頃の話。山に囲まれた、閉鎖的な田舎町。 家の近くには木曽川と、それに合流する支流の川があり、よく河原で遊んでいた。釣りをしたり、うなぎの仕掛けをしたり、水遊びや石投げとか、一人でも飽きることなく遊んでいた。夏休みのある日、数日前に雨が降り、上流のダムの放流増水した川も、 いつも通りになった頃、一人で河原に面白そうな漂着物でも流れてきていないかと遊びに出かけた。漂流木やなんか変なゴミとかでも興味津々で見つけては手に取り、ポイして次を探した。その時、ソフトボール台くらいで平べった石を見つけて、 なぎげに手に取ろうとしたとき、あきらーって、耳をつんざくくらいの大きな祖母の声がした。一瞬びくっとして振り返ったんだけど、祖母はいない。周りをきょろきょろしても姿は見えない。確か祖母は家にいたはずで、家から遊んでいる河原までは、 正午の俺の足で10分くらいの場所。家から怒鳴っても聞こえるはずがないし、耳をつんざくくらいの声だから近くにいるはずなのに、姿が見えない。やぶにでも隠れているのかなと探したりしたが、見つけることができない。おばあちゃんって叫んだけど返事はない。 気のせいだったのか夕立ちの雷の音を聞き間違えたのかくらいでまた遊び始めようとしてさっきの石を探し始めてその石がすぐに見つかったそんなに特徴があるわけでもないのになんだかその石だけ目立っててスポットライトを浴びているような感じで周りから浮いていたで その石を拾おうと手を伸ばしかけたとき、あきらーって祖母の大きな声がした。振り向いたら、まだ距離はありそうなところに、祖母がこちらに向かって走ってくる姿が見えた。えばあちゃん足早えあそこからあんな声出せるなんてすげえ。って感じで見ていたら、 すごい勢いで走り、近づいてきながら。アキラ、その石は触っちゃいかん。こっち来い、アキラ。向かうも何も、すぐそばまで来ていたから、あっという間に俺の手を掴んで抱き寄せられた。おばあちゃん、体痛いって、ちょっと離してよ。って言いながらもがいたら。間に合った。 力が抜けていった。俺の手はしっかり掴んでいたけど、俺とばあちゃんがさっきの石の近くまで行って話し始めた。あきら、さっきの石、その石だろ指さしている先にはその石があった。その石、よーく見てみ。人の顔に見えんか さっきまでは全然気がつかなかったけど、よく見ると、凹凸が歪んだ人の顔に見えてきた。というか、確かに歪んだ顔だ。さっきは平べたかったはずなのに。あきら、あきらはな、その石に呼ばれたんやよ。拾ってくれって、手にしてくれって。 おばあちゃんが何を言っているのかわからなかった。下幻そうな表情をしていたのか、続けて話し始めた。その石はな、お石様って呼ばれてるやつでな。漢字で書くとまだ習っていないかもしれんが、汚い心や汚い思いって書いて、 美味しいとか、悪い心、悪い思いで、美味しいって書く。触っちゃいかん、呪われた石なんじゃ。いつ誰が、何のために、こんな穢れた石を作ったのかはわからんが。大雨が降った後とか、たまにこうやって見つかるんじゃよ。 子供にこんな話をしていいかわからんが一昨年近所の家に大学生のお兄ちゃん来てたの覚えてないか夜中に救急車で運ばれたんじゃがその晩亡くなったんじゃそのお兄ちゃんの家は都会じゃったから葬式はこっちじゃやらんかった亡くなったことを知らんかもしれんがそのお兄ちゃんもお医者様を触ったって言っとった アキラが持ってカレんで本当によかった。台所でカレー作っとったら、いきなり仏壇のおりんがなって、いつもの綺麗な音色じゃなくて、悲鳴みたいな音で。すぐアキラが大変じゃって、なんかわからんがそう思って、心の中で叫んだんじゃ。いや、本当に叫んだんかもしれんが。 どこにおるかなんてわからんはずなのに、呼ばれるように走り出したら、胸クソが悪い気配ですぐわかった。ほんと間に合ってよかったなって、なんか気持ち悪いことを話してくれたけど、助けられたような気持ちにはなった。閉鎖的な田舎で、犬つきや動物つきもまだやっているような地域だったから。 オカルト的な怖さは全く感じなかった。都会だったらこの経験談を自慢話で友達にするんだろうけど、田舎ではこんな話はできない。当たり前のように生活の一部にそういう習慣がある地域だと、家族以外にその手の話をするのは控える。それは、何かを企んでいる。誰かを呪おうとしてるって、 探んぐられてしまうからだおばあちゃんと家に帰るとすぐ誰かに電話をしていた何人かにその間ずっと俺の目を見ながら話していたのが気持ち悪かったけど1時間くらいしたら一人のおじいさんが軽トラで家に来たすると次々と軽トラの軽いエンジン音が聞こえたと思ったら 急ブレーキの音と同時に、ものすごい行走の親父と二人のおじいさんが家に入ってきた。これは親父に叱られる、叩かれると思って歯を食いしばったら、もう大丈夫やって泣きながら抱きしめられた。そこでようやく重大さに気がついたんだ。これって、俺マジでやばかったってことなんじゃ。 ね。親父とばあちゃんとおじいさん二人が軽トラ二台で出て行って、俺は残ったおじいさんと仏間に行き、仏壇とおじいさんの間に挟まれる形でおじいさんの前に座らされ、聞き慣れないお経なのか呪文なのかを唱えられた。まだそんなに時間は経っていないのに、 軽トラの急ブレーキの音とともに、親父たちが帰ってきた。そして、俺と一緒にいたおじいさんに、大変なことになった。石がなくなっとる。すぐに先生に連絡をしてくれ。って、すごい剣幕で慌ただしくまくし立ててた。俺は、何これ、俺なのええー。 俺が原因なのって感じで怯えた。それに気がついたのか、おばあちゃんが、あきらは何も悪うない。大丈夫や。って、肩を優しく抱いてくれてながら言ってくれた。おじいさんたちは、あとは俺らがやるから、ばあさんもおやすさんも、僕と一緒にいてやってくれや。 何かあったら電話くんろって言って、三人とも軽トラでどこかに走り去っていった。夕方、仕事から帰ってきた母は俺の顔を見るなり、ピチンとほっぺを思いっきり叩かれたと同時に、俺を抱きしめて泣きじゃくった。母はすぐ仕事を抜け出して、 自分は無力だからって、職場の近くにある、ちょっと大きめの神社で、お百度踏んで、無事を願掛けしてくれていたって。親父からの電話が職場にあって、俺は無事だから大丈夫だって、同僚の人が神社まで教えに来てくれたらしい。お百度の途中だったから、願掛けをお礼の気持ちに変えて、最後まで、 お参りしてから帰ってきたって教えてくれたとき、このことで初めて涙がこぼれた。ごめん。なんか心の底から愛情を感じて、そんな言葉が出た。その後、部活から帰ってきた兄は、今日のことを親父から聞いても興味がなさそうで、冗談半分で、お前どんくさいから、 俺なら石をこう持って、川に。ピシャン。おばあちゃんのビンタが、兄の言葉が終わらないうちに炸裂した。家族全員思考停止。祖母のそんな行動は、みんな初めて見たからだ。いつもニコニコして優しい祖母が、シャレにならない怖い表情で、無言で兄を見ていると。 ごめん。バスが悪そうに兄が言った。その晩、食欲はなかったけど、おばあちゃんが作ってくれたカレーを家族で無言で食べていると電話が鳴った。親父が出て話をしている。途中で祖母を呼び、何かを確認しながら話している。電話を切り、 食卓に戻った親父は、一見落着だって大きな口を開けて笑った。祖母も笑いながら、ごめんごめん、忘れとったって。話を聞いてみると、祖母が何人かに電話をして、家に来たのは親父とおじいさん三人。電話をかけた相手を確認してみると、 その時は動転していて忘れていたけど、もう一人電話していたらしい。近くに住む本家の祖母の姉。連絡を受けた祖母の姉が、すぐこちらに軽トラで向かったみたいで、悪い気を感じて、そのまま河原に行ったらしい。その石はすぐ分かって、一時的な封じをして、 軽トラに積んである場所に持って行って始末をしたらしいその場所は教えてくれなかったけど絶対この世に二度と現れることができない場所らしい祖母の姉は田舎の本家の人間だから家族や一族を守るため若い頃から色々と修行して災いから守る力をつけているんだそうだ 翌日、祖母の姉のところと、駆けつけてくれたおじいさん三人のところに、おばあちゃんとお袋の三人でお礼に行った。それからは、河原で石を拾うのはやめました。優しいおばあちゃんに、シャレにならないくらい、怖いビンタさせたくないから。 く朝、格安物件。住宅街の、橋梁地の話なのですが、数年前、不動産探しをしていた時のことです。少ない予算で、どうにか買える物件を探し、チラシ片手に、あちこち訪れていました。旦那も私も自然が好きなので、雑木林や、 小高い山の斜面の分譲地などを中心に見て回っていました。ある日,日、幾朝で格安の中古物件をチラシにて発見。写真にはこんもりとした森も映っていて、早速現場に向かいました。幹線道路から少し奥まったところにあるその家は山の斜面を 削ったところに建てられていましたが、その山がお寺の一部らしく、すぐ隣の斜面が墓地。玄関脇の窓のすぐ隣に、古びた墓石が背を向けていて、それがまた軽く100年以上昔のものと容易に推測ができました。それを見て、夫ともども、 背筋に冷たいものが走り、回れ右をして逃げるように立ち去りました。しかし、その後すぐ買い手がついたらしく、チラシに乗ることも二度とありませんでした。その後どうにか手頃な物件を購入することができ、転居して数年が経ちました。昨日、 偶然、その家の近くに来る用事があり、旦那と、ついでだから、あの家を見に行ってみようか、と立ち寄ってみたんですけど、近づくにつれて、異様な光景が目に飛び込んできました。建物は黒くすすけ、二階の窓がぽっかりと開き、そこには、真っ黒な虚空が、 二つ並んでいたんです。つい最近の出荷らしく、一階の窓にはまだ生活感のあるカーテンが引かれ、窓の外には筒子が満開になっていました。またしても私たちは大慌てで回れ右をして現場を立ち去りました。思うに、あの家の下には、 古いお墓から紛れ込んだ古い古いお骨が埋まっているんじゃないか。直感ですけど、これは半ば、確信と化しています。逃げないで。 姉から聞いた話。その昔、姉は自分と彼氏、そして友達のカップルと四人で夜中にドライブに行ったそうだ。その友達カップルの彼氏というのはちょっと霊感が強い人で、よく霊を見ては涙を流すことがあったそうだ。彼にとってはもう見慣れているから、怖いとかそういうのではなくて、なんか、 意味もなく涙が出てしまうらしい。でドライブ中にその彼がずーっと涙を流し始めた。みんな彼の霊感のことは知っているので、ああ、また見たんだな、とだけは思っていた。だが、どうもいつもと様子が違う。彼は急に、 車を止めてくれ、と言ってきたのだ。どうしたんだよって聞いても、とにかく止めてくれの一点張りで、理由を説明しようとはしない。仕方がないので、路肩に車を寄せて停車して、彼にこれでいいのかと聞いた。すると彼は、これから俺が何を言っても、お前たち、 逃げないでいてくれるか涙を流しながらそう言うのだ。もちろん、友達同士の中であるし、彼の様子を見ると、逃げるなんて言えるわけもない。大丈夫だよ。逃げないよ。と、口々に言った。すると彼は、じゃあ、言うけどさ、と、 前置きをして、俺、今足首つかまれているんだ、と言った。一斉に彼の足元を見ると、車の床の下から白い手が出て、彼の両足首をしっかりと握りしめている。それを見た姉たちは、逃げないと言ったことも忘れて、恐怖のあまり、 全員叫び声を上げながら、車を降りて逃げ出した。そして車からしばらく離れたところで止まって、彼が降りてくるのを待ったが、いつまで経っても降りてくる様子がない。彼のことも心配だったし、車なしで帰るわけにもいかない。恐る恐る全員で車に戻ってみると、 降りた姿も見ていないのに、彼の姿はなくなっていたそうだ。その事件から、はや十数年経つが、未だ行方不明中である。迫る恐怖。この話は、数年前。 土木作業員として働いていた時の実場になります。私には幼い頃から人に見えないものとか聞こえないものが当たり前のように見聞きできていて、それが霊感だということに気がついたのは中学生くらいになった時だったと思います。経験、経市内にあるダムでの作業中体験した実場です。 そのダムは、ダムを一周できる遊歩道が設けてありました。その他にも、ブラックバスや、その他の淡水魚が釣れるらしく、実際、私たちが作業している間、何人もの釣り人を見かけていました。ある時、倉庫に道具を取りに行って、道に金具を広げ、組み合わせていた時、 男性の声で、すいません、と声をかけられ、あはい、と返事をして顔を上げると、そこには誰もいませんでした。キョロキョロとあたりを見回しましたが、男性は愚か、人の姿すら見つけることはできませんでした。不思議だなと思いながら、その場を後にし、他の作業員に、 道具や器具などを渡して、ふと左側に続く道を見たときです。何かわかりませんが、ものすごく怒りを抱いた者が、左側の道の前方から迫ってきている気がして、そちらを向いたまま微動だにできずにいると、こちらに向かって何かが走ってくるのが、 なんとなく分かって、慌てて車に数珠を取りに行こうと体を動かそうとしたとき、全身から嫌な汗が吹き出し、ものすごい恐怖感と圧迫感を感じて、体がガクガクと震え始め、動くこともできず、血の毛が引いていくのを感じながら、その場に立ち尽くしていました。 数分後、突然突風が吹きました。その瞬間、体が動くようになり、震える足を何とか動かし、目線は、左側の道にいるであろうものを見たまま、車に移動して、車内から銃を取り出し、腕にはめて、半夜心境を唱えました。すると嘘のように、恐怖感は消えて、 体も普通に動かせるようになりました。左側の道は当時工事のために通行止めになっていました。作業も終盤に差し掛かって通行止め解除のため、現場監督が左側の道に入っていって、その数秒後、急いで走って戻ってきて、携帯から警察に連絡をしていました。 その後警察が到着して、現場監督と一緒に左側の道へと入っていきました。何があったのかと警察が来る前に聞いたところ、男性の首吊り遺体があったそうです。あの時の掛け声と圧迫感、恐怖感と怒りは、その男性のものだったんでしょうか 物件。会社の T 先輩から聞いた誘惑物件の話。T 先輩は10年ほど前の学生時代、本当に見るからに貧乏で汚い学生だったそうです。で、丸の内線沿いの駅のそばに、何かものすごく安い物件を見つけて、大喜びで済んだそうです。 彼は学校がない日はアルバイトの鬼とかしていたので、朝早く出て行って夜寝るだけでいいので、幽霊とか泥棒とか入っても気がつかないんじゃないかと。で、そこに住み始めて、だんだん人付き合いが悪くなり、気のせいか T 先輩は痩せていったんですね。お前、 学校来てる最近全然見ないし、コンパも付き合い悪いし。そういや、顔色悪いな。なんか、危ないもんにでも手を出してるんじゃねえかいや、悪い悪い。バイトがほとんど入っちゃってさ。顔色悪いのは、睡眠不足だよ。バイトが終わって帰る。 深夜0時、風呂に入って寝るという繰り返しの中で、どうもその頃からおかしな夢を見るんです。それはフローリングの床から妙な匂いとともに、ぐにゃりぐにゃりとした白のような黄色のような黒い塊が動いているというのです。当然体は身動きが取れず、 硬直し、闇の中で、かすかに開いた目で動きを見つめると。何やらそれは塊ではなく、細かい何かがびっしり集団で動いているようだと。そこで夢は途切れ。金縛りから解放されて時計を見ると、決まって午前三時か四時の間。 それから t 先輩の体から異臭がするようになったんです。洗っても洗っても臭い。匂いが取れない。服を洗剤まみれにして洗ってみたり、強力濃縮液体タイプを使ったりしたけど、ダメだったみたいです。ところが、他人には匂わないので不思議でした。そしてほとんど毎晩のように、 うなされる日々で、ついには朝、まともに起きられなくなり、友人からも遠のき、バイトも突然クビになり、学校も休みがちになり、何か変だ、俺は狂ったんだ、と思い込むまでになりました。そして、ぐにゃりぐにゃりして、うごめく塊、うすうす、 あの物体が何であるかが分かってきました。その頃の彼はもはや、魂の抜け殻のような、薄気味悪い男に変貌してしまい、仲間も完全に遠ざかっていました。何がいけないんだろう。完全に俺が狂ってる。お前たち、笑ってるんだろ。俺が臭いからか そんな t 先輩でしたが、学校から留年を言い渡されたのと、突然の彼のお父さんの死で、突然学校を断念し、郷里に帰る羽目となり、そのアパートと決別することになりました。出て行くとき、大家さんに思い切って聞いてみました。 もう、距離に帰ることになったので、何も驚かないので、一つ聞いていいですかあの部屋って何かありませんでしたかすると、人の良さそうな親さんが突然、ハッとした表情で険しい顔になり、しばらく無言の後。どなたかに聞いたんですかもう昔のことですし。 それ以上は言えません。とだけ答えた。いても立ってもいられなくなった T 先輩は、片付いて荷物だけになった自分の部屋にもう一度戻り、押し入れを覗いてみると、奥には今まで気にはしなかったけど、大きな黄ばんだ白い紙があり、それを剥がした。するとどうだろうか。 見たこともない赤い張り紙がびっしりと貼ってあったと。短冊状の見たこともないような意味不明の漢字がびっしりと書いてあったという。先発数年前私は 妹と二人で東京で暮らしていました。もともとは二人別々に部屋を借りていたんですけど、二人の家賃を合わせると一軒家を借りることができる。そのことに気がついて、都心から多少離れてはいるものの、広くて綺麗な家を借りることにしたんです。ある日妹がお風呂に入って、 私が2階でテレビを見ている時です。風呂場からギャーッというものすごい悲鳴が聞こえました。ゴキブリでも出たのかなと思って1階に降りてみると、妹は髪をぐっしょりと濡らしたまま裸で廊下に立っていました。何があったか知らないが、 いくらなんでもその格好はないだろうと呆れながらも。どうした変な奴が出たのかそう聞くと、青ざめた顔で。とにかく見てきて、お願い。そう言います。早速見てきましたが、特に変わった様子はありませんでした。脱衣所までびしょ濡れで、妹が湯船から、 慌てて飛び出した様子が伺いました。とりあえず一息つけて、妹は事情を話し始めました。いつものようにお風呂に浸かっていると、ヒュー、ヒュー、人間の呼吸のような音が聞こえたというのです。周りを見渡したのですが、誰もいません。 風の音かなと解釈し、妹は深く気にせず、髪を洗い始めました。湯船に浸かりながら、上半身だけ外に身を乗り出し、前鏡になって髪を洗います。手のひらでシャンプーを泡立て、地肌に指を滑らせ、髪を揉むようにして洗いました。その時、 あることに気がついたのです。髪の毛が、長い。妹が洗っている髪の毛は、妹自身の髪よりも、数十センチも長かったそうです。そして、もう一つの、ある事実に気がついたとき、妹は思わず、風呂場から飛び出してしまったそうです。 後頭部に何かが当たっている。すぐに分かったそうです。花。人間の。私は少し言葉に詰まりましたが、落ち着いて言いました。そんなわけないだろう。勘違いだって。ですが、妹の怯え方は、 尋常ではありません。それ以降の妹は極度の怖がりになってしまって、お風呂に入るときは必ずドアの外で私が待機することになりました。私自身は今日に至るまで不思議な体験をしていません。しかし妹は確かにあの時自分ではない 誰かの髪を洗ったと言います。予感。彼女とのデートの日、待ち合わせ場所に向かう途中で携帯が鳴った。彼女からだった。 今日はもう行けない。私たちはもう会わない方がいい。という。理由を聞いたが答えようとしない。それでもしつこく聞くと。会うと良くないことが起こる。私は生きていてはいけないの。という。納得できなかった俺は。 会おうよ、と、ごねた。死んじゃうかもしれないんだよ、と、彼女が言った。それでもいいから会ってよ、と、俺は言う。ここで引き下がって、納得できないまま生きるのは耐えられないと思ったから。慌てた感じで彼女が。そんなこと言っちゃダメだよ。 本当に死んじゃうんだよ。って言った。30分ほどのやりとりの後、彼女が折れた。やっと来てくれることになった。しばらくしてまた携帯が鳴った。やっぱり行けない。と言う。今どこにいるの東京駅。 じゃあ、あとは乗り換えるだけじゃないか。できないのえ、なんで悪い人が中に入って邪魔するの。理解ができなかった。俺に会うのが嫌で、そんなことを言っているのかとも思った。 じゃあそこにいて。俺がそっちに行くから。来ない方がいいよ。そこにいるんだよ。すぐに行くから。俺は改札を抜けて、上り電車に乗った。東京駅に着いた俺は彼女に電話をかけた。着いたよ。 今どこと聞いた。彼女は、〇〇という喫茶店の前と駅構内の店の名前を言った。わかった。すぐ行くから。と答えて、俺は走った。見慣れた店の前に彼女がいた。 とした。なんか悲しそうに。なんで来ちゃったのって言われた。俺は会いたかったからと答えた。彼女が笑った。その店に入り、コーヒーを飲みながら話した。彼女は妙に周囲を気にしていた。 しばらくして彼女の携帯が鳴った。中学の友達からだった。数年ぶりの連絡だという。三人で一緒にご飯でも食べようということになった。有楽町で待ち合わせ。食事をした。その友達曰く、なんとなく、 久しぶりに会ってみたくなった、とのこと。食事を終えて、三人でブラブラしていた。彼女は時々、周囲を気にしていた。さほど、遅くならないうちに別れて、帰とについた。別れ際、彼女が俺の手を握って、気をつけてね。 よくないことがあるかもしれないから、って言った。俺は、本気にはしていなかった。その6日後、彼女が死んだ。事故だった。もしも、彼女が言っていたことが事実だったのなら、俺が殺してしまったようなものなのか。確かに、 よくないことが起きた。俺自身が死ぬことよりももっとよくないことが。これが三年前の話だ。幽霊物件。 ある夏のスペシャル番組が幽霊物件特集でした。かなり背筋が凍りましたよ。ある古いアパートの101号室で霊が出るというのが定説で入居者はすぐ出て行ってしまうとのことでした。そこを早速取材することに。取材現場に向かう前にスタッフが交通事故に遭うという アクシデントが発生。飾ってある額の裏にはお札が。押し入れの壁には爪で掻きむしるような跡と女性の長い髪が。他の部屋の人に聞いたら101号室には誰もいないはずなのに夜中壁を爪で引っかくような音がするとのこと。お風呂はすごい色で塗ってあって 改装してあった。取材陣がそこに一晩泊まったが、特に何も起きず。ここからはあまり覚えていないんだけど、幽霊が出るという噂は、ある女性の入居者が退出していってからだった。三年ほど前かな。後日、不動産屋で書類を調べていたら、その女の人の名前や、 実家の住所が判明。実家に電話をして、〇〇さんいますかと親に聞いてみると。なぜそんなことを言わなきゃいけないんですかと怒ったような感じで切られた。そこで実家まで行って、インターホン越しに。〇〇さんいますかと聞いてみると、口を濁して。ああ。 〇〇は亡くなってるんですよ、との返事。その亡くなった時期は、そのアパートを退出してから、一ヶ月も経たない頃。原因は交通事故だったかな。病気だったかもしれない。この話は正直ゾッとした。出演者は、こういう結果だったからと言って、この女性が、 幽霊だと決めつけるわけにはいかない。そんなことないかもしれない。みたいなことを言っていた。しかしどう考えても、その女性が、そのアパートに出ている幽霊だとしか考えられない話だった。番組側も、その女性の親に遠慮して、詳しいことは聞かなかった。でも気になるんだよね。 本当に怖かったよ。